アロハ。ハエが溢れすぎて我慢できないマクロイチャンネルのマークです。今回の動画はハワイ移住について、クジラクラブの代表を務めておられる中山隆さんを特別ゲストとしてお迎えし、皆さんの気になっているハワイ移住についてインタビューをしてみました。今回のお話なんですが、はいはい、移住に関してちょっと移住、はいはい、お話を聞きたいと思います。今回ちょっとタイムシェアとはちょっと離れてはいるんですが、どうしてもやっぱタイムシェア経験してしまうとハワイに移住したいなとかね、やっぱり思うと思うんですが、はい、で特に最近ハワイに移住したい、うんうん、で移住ってどうすればいいのかって思う方 ね、いっぱいいらっしゃるので、はい、その簡単に移住ができるのかって、うんうん、そこら辺からちょっとお話聞きたいなと思います。そうですね、はい、いろんなやり方があるんですけど、はい、まず観光のビザで3ヶ月は1回の滞在で住めますので、はい、それをまあ何回か繰り返す人もいれば、はい、もう例えば3ヶ月以上、まあ、滞在するためにどっか語学学校とか、あ、そういうビザがもらえるような学校に、はいはいはい、まあ、入って、まあ、残りの時間を自分で楽しむ方もいらっしゃいますし、はい、逆にもうビジネスを起こしてビザを取ると、はい、グリーンカードを取るという方もいらっしゃいますので、はい、予算と目的によっていろんなやり方があるっていうのが私が把握している感じですね。はい、ありがとうございます、はいはいはい、移住して良かったことそして悪かったことなんか簡単に教えていただけないでしょうか。そうですね、私自身はもともと駐在員で、はい、ハワイに来てそのまま移住するという形で残ってしまったんですけども、はい、やっぱりハワイのいいところっていうのはもうこの気候と、うん、もう時間がなんか緩やかに過ぎていくような感じ、はい、うんうん、あとは通勤によるこの満員電車とか渋滞っていうのもほとんどありませんので、あ、そうですね、そういったゆったりとしたライフスタイルっていうのがやっぱりハワイのいいところですかね。はい、ありがとうございます、はい、デメリットについて教えていただけないでしょうか。そうですね、このデメリットという点ではもう最近特に物価が高いですよね。これはですねやっぱり特に日本と比較すると感じますね。もう物価がものによっては2倍3倍高く感じるようなものが多いので、そこはいろんな意味で苦労してるところですね。そうですね。であと長く住んでるとですね、はい、四季が、まあ、ないわけではないんですけど一年中同じ気候なので、うんうんうん、メリハリがないっていうのが食べ物にしても着るものに関しても、うん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 、そういった意味ではそれをまあそれが良しと感じる時と、長くいるとなんか季節ボケみたいなですね、なんか季節のメリハリがないのがこうちょっと変化に富んでないというふうに感じるという人も私含めて多いですね。あ、なるほどですね、はい、分かりました、ありがとうございます。ビザって簡単に取れるものなんですかね。僕が、まあ、そのハワイに行きたいっていうのは、まあ、大いにあるんですが、はい、まあ、じゃ あのハワイで住みたいとかいろいろあった時にビザで、まあ、来ようかなと思った時に簡単に取れたりするものなんですかね。そうですね、これビザに関しては基本もう弁護士さんに相談いただくのが一番いいと思うんですけども。あ、なるほど、はい、例えば1年とか2年なのか、あるいはもう3年5年、はい、あるいはもう完全に移住したいのかによってもビザの種類とか取り方っていうのがいろいろあるんですよね、はいはい、でも一般的にビジネスされてる方がこちらでビザをもう取るとなるとやっぱり会社を起こしてビザを申請する、はい、うん、あるいはもう出来上がってる会社を買収して買って、それで取ると。例えば小さなビジネスだったりお弁当屋さんみたいなところだと安く売りに出てることがたまにあるんですよね。あ、そうなんですね。ですのでそういうのを買ってビザも申請してしまうと、はいはい、でそれをトータルでこうサポートしているような会社もありますので、そういうのを利用するとより確実に、なるほど、まあ、最小限のお金でビザを取るというのはできると思いますね。わかりやすかったです、ありがとうございます、はいはい、次の質問なんですが、はい、ハワイに移住するために何が必要ですか。ハワイに移住するためにこれはですね、はい、今パッと思いつくのは、はい、例えばグリーンカードで、あー、はいはい、私の周りで当たってきたって方結構いらっしゃるんです ね、 いらっしゃるんですね、はい、それもまめに当たるまで出すという根気があればいいでしょうし、はいはい、でもやっぱり
例えばビジネスを起こしたり、はい、会社を買ったりっていう風になるとある程度まとまった資金は必要になるかなと思いますし、そうですよね、来た後はやっぱり物価が高いので、その生活が成り立つかどうか事前に検証するっていうのはしておくと、来たはいいけど結構苦労するっていうケースもあるみたいですので、まあ、先ほど前の質問でありましたけど、ちょっと3ヶ月とかビザで来て、それを何回か繰り返して、そのハワイの情勢とかいろいろ肌で感じながら、じゃあ最後はもう情報収集するとですよね、いうのは必要かなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、はい、では次の質問なんですが、ハワイでアパートコンドミニアムですが、はい、借りるのって、はい、普通の人すぐ借りれるんですか？ですね、こちらの長期賃貸物件を借りるのは日本とちょっと違うところがありましてですね、はい、普通は6ヶ月とか1年契約なんですね。あ、そうなんだ。はい、でその借りるときに審査があります。で基本的にソーシャルセキュリティ番号がないと普通貸してくれない会社が多いです。あ、そうなんですね。あとは例えば1年分の家賃がハワイの銀行口座に入ってますというのを見せたりして、はいはい、まあ、経済的にも問題がないと、はい、大家さんは入ったらいいけど家賃払わないで居座れちゃうのが嫌ですから。あ、ですよね。あるいは途中で出てかれちゃうと、はい、だからそうじゃないということを、まあ、証明する、うんうんうん、もしくは日本の会社でそういう長期賃貸物件を管理している会社っていくつかありますので、はい、そういったところに日本側ではこういう貯金がありますっていうので審査を代わりに受けるという形になると思いますね。でも日本人でも借りようと思えば借りることはできます。あ、そうなんですね。はい、ただ管理会社の審査がそれぞれありますと。あ、それぞれあるんですね。そうですね。はい、わかりました。ありがとうございます。車って簡単に買うことできるんですか？車はですね、車屋さんに行って現金で、はい、買えば買えますね。え、それって買ってすぐ乗れるんですか？はい、乗れちゃいますね。こっちの車屋さんって面白いのは、はい、行くとその場で売りたがるんで、乗って帰れっていうぐらいの勢いで。でも日本だとナンバー取得とかあるじゃないですか。そんなの、納車してすぐっていうか、もう車屋から出るときは紙のナンバープレートで何月何日にはナンバープレートを来そうですって日にちが手書きで書いてあるので乗れちゃうんですよ。あ、そうなんですか。はい、で車の中に買った書類があればそれは大丈夫なんですね。で日本だと車庫証明だなんだっているじゃないですか。はい、ハワイではいらない。ないですね。ないです。ない。車庫証明ないです。その車を持つことに関しては特にその法律的な問題とかはない。ないですね。あ、そうなんですね。多分ないはずですね。あ、すごい。で別荘を持ってる方が車を買いに行くって、私何回か付き合ったことあるんですけど、はい、行ってその場で買えてますので。あ、そうなんですか。ただ今度それをリースとかローンを組むとなると、こちらでソーシャルセキュリティ番号がないとダメとか、じゃあクレジットスコアっていうこちらでのファイナンシャルの履歴がないとダメっていうのはあるんですけど、現金で買っちゃう場合には全然何もなく、はいどうぞという感じですね。ありがとうございます。これまでちょっと移住の話をしてきたんですが、そもそもじゃあ移住したらすぐ働けるんですかね。移住したらすぐ働けるか、はい、で移住するときには、はい、通常家がないってダメですよね。はい、もちろんもちろん。で家を借りるときに、はい、ソーシャルセキュリティナンバーっていうのがやっぱりそこなんですね。やっぱり求められるケースが多いんですね。はいはい、ただ行き来してる方が借りてるケースも過去には聞いてますので、長期賃貸でね。そうなんですね。それは管理会社が OK すれば借りれますので。はい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 。ただ今度やっぱりビザで、ビザがないとソーシャルセキュリティナンバーも取れないという形になりますから、順当に行くんであればまずこちらで働いていい、あるいは永住していいというビザがある、はい、そしてソーシャルセキュリティ番号を取る、で銀行口座もあってファイナンシャルの履歴も少しずつ作っていく、作っていくと、そうするといろんな、例えばこちらの活動をするにあたってもスムーズになるんですよ ね、 ですね。それが来てしばらくはやっぱり大変なので、そういうのに詳しい方とか指南役がいた方がストレスはなく移住がスタートできると思いますね。おー、なるほど、ありがとうございます。はい、では、はい、
ハワイで会社を作りたいけど簡単にできそうないですが、はい、いろんな手続きが大変なんです、だと思うんですね、はい、で準備とか、まあ、いろいろこう考えてやるじゃないですか、はい、でそんな時に僕ちょっとあの中山さんがちょっと聞いた話で、はい、なんかこうクジラクラブさんでなんかサポートをやってるようなことがあるという話を聞いたんですが、はい、そこら辺ちょっと詳しく教えていただきたいなと、はい、私のそうですね、あの経営者仲間でワープというプログラムを始めて、はいはい、それは移住する、はい、起業する、はい、ハワイで会社を持つみたいなんですね。ほうほうほう。で大体そういう方ってハワイが好きでハワイにも住みたいから行き来したいからそういう発想になるので、その両方を充実するようにサポートするというサービスを始めてまして、そこに行くと例えばまあビザを取るんであれば弁護士、会社を作るのも弁護士、会社作ったら必ず言っていいほど会計士、税理士が必要になりますので、はい、まずはそういった紹介から逆に今度いろんなあの不動産を買うのか借りるのかっていうと不動産屋さんを紹介したりとか、そういう必要なこちらに移住する進出するにあたって必要なこう人たちを効率よくしかもいい人を紹介できるっていうのがサービスとしてありますので、なるほどですね、そういったところを活用するのも一つの手じゃないかなと思いますね、はい、なるほど。そのもしそのじゃあちょっと相談を受けたいなとか、はい、ちょっとそれ詳しく聞きたいなって思った時は、はい、この URL からでいいんですか？そうですね、 URL からでもいいですし、はい、私たちにあのご連絡いただければ枠さん経由でも結構ですので、ダイレクトにおつなぎすることもできれば、逆に一度会ってからあの訪問したいっていうんであれば2ステップで我々と話してから行くということもできますので、あ、じゃあまあ詳しい話はそのここに連絡先概要欄に書いておきますんで、そうですね、はい、もう直接連絡いただいても構わないですし、その方がいいですね、私なり枠さん経由で、はい、わかりました、一回軽く話を聞いてから行くかどうかを決めていただくのでも結構です、はい、ありがとうございます、はい、今回の話結構ね有意義なお話聞けてもめちゃ嬉しかった、はい、テンション上がりました、ありがとうございます、はい、移住の話ってみんなね気になる話だと思うの で、クジラクラブの中山さんでした、はい、それではマハロー、マハロー。今回のインタビューはいかがだったでしょうか。ハワイ在住の先輩からの体験談やアドバイスがとても参考になりますよね。僕のチャンネルをご視聴していただいている皆さんはハワイが好きすぎてハワイに住んでみたい、ハワイで事業進出してみたい、ハワイでビジネスを始めてみたい、ハワイで家を買いたいという方が多いと思います。実際に僕もハワイへ幾度か渡航しているとハワイの気候が大好きすぎて漠然とハワイへ住んでみたい、移住してみたいと思ったことがあります。皆様も特に理由はないんだけどハワイが好きすぎてたまらなくてハワイに住んでみたいという方も多いのではないかなと思います。では気持ちが固まったところで実際に行動を移そうとした時、僕たち日本人在住者はどうしたらよいのか、ハワイ在住の方にフォローしてほしいけど騙されちゃったらどうしようといった不安な気持ちがつきまとい、何もわからず時が過ぎていってという方も多かったことと思います。皆さんと同じ気持ちでいました。ハワイ在住の各業界のプロフェッショナルの方々が集まってみんなでハワイ進出をサポートしていこうよというサービスがワープというサービスなんです。ワープを通してハワイ在住のプロ集団が一致団結して力を合わせつながりや絆を持てたらいいな、最初の一歩を踏み出したとしてもその後のアフターフォローについてもしっかりサポートをし助け合うことがワープのチームなのかなと思いました。最初の一歩が踏み出せないんだけどなどという方はまず行動に移してみてはいかがでしょうか。その最初の一歩を踏み出す踏み台にワープがなってくれたらいいなと思います。ワープはあなたの夢を実現するための適切なロードマップを導き出し、ハワイ進出に必要な要素をトータルでお手伝い、ハワイと日本をワープし新しい生き方をデザインするライフプランディング&プロデュース。無料相談も受付しています。細かな情報についてはワープのホームページへアクセスしてみてくださいね。
今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良いなと思われましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。インスタグラムやツイッターでは、僕の日常や旅や生活に役に立つ最新情報をお届けしておりますので、フォローをお願いいたします。最後までご視聴くださりありがとうございました。マハロー。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。マハロー。チャンネル登録よろしくね。